日本の天皇の玉座、皇位を象徴する、調度品で、歴史的で、伝統的な皇位継承儀式の即位の例において、用いられ、皇位と密接に結びついている。現在の皇御座は、皇后の玉座たる、ご頂台と共に、京都府京都市の京都御所神殿に常設されている。平城系では、平城宮の大極殿に、平安系では、平安宮の大極殿。 ブラク殿、後に、代理の死神殿に安置され、即位、長がシュ客員権など、大礼の際に天皇が着座した。代理の後輩した鎌倉時代中期よりの地は、京都御所死神殿へと移された。平安時代にあっては、天皇着座の際、石管家の藤原兼家が禁じしていたとの記載が、司書に見られるものの、即位式の際には、 摂関は皇御座広補の北日差し東万内にて、控えるのが例であり、天皇に五尺を剣じる一時を除けば皇御座に足を踏み入れることはなかった。しかし、陰性成立後の堀川天皇即位の際には、摂政の藤原諸ザが、蕎麦天皇即位の際にはやはり摂政、藤原忠ザが皇御座の中層にまで登っており、以後、摂政職にある者が皇御座に登壇する式たりとなった。 遅くとも、鎌倉時代の後期には皇御座に着座した神邸に、摂政が、隠命を授ける即位勘定が行われるようになった。現在の皇御座は、大正天皇即位の際に、古式に則っ,って制作されたものであるが、玉座は、人根から椅子に変わり、新たに皇后が着座する御頂台が平地された。今日京都御所の四神殿に常設されており、春、 秋の一般公開時に見ることができる。折口忍によれば、皇魚座は古く、のりとと呼ばれた場所を指し、そこで見事とのりむね宣言されるものは、のりとごとであったが、省略され現代の妖例になったのではないかと推測している。皇魚座の構造は、三層の黒塗り団々の上に、御子型の八角形の黒塗り役方が乗せられていて、鳳凰、椅子などで飾られている。 椅子については、古くから椅子座であり、大陸文化の影響、と考える人がいるが、演技式巻き、第十六匠料に工業座には、敷物として、上敷両面二条、下敷不調一条と記され二種類の敷物を重ねる、平敷であり椅子ではない。伊勢法兵の際の小安殿の餃子や、清涼殿神事の際の天皇座は敷物二種類を、 直接式重ねるもので、大極殿の餃子もこれに類する。また、儀式によって椅子を設置したり取り外したりしたと考える研究者もいる。調度品としての高餃子の保管場所そのものから、天皇の正式な在所を権威づけるだけの伝統的、文献的根拠は明確ではない。二刀厚によれば、 古代日本では皇御座と教式などが存在することが首都の要件であったとする。皇御座は天皇の所在地を示すものという見方があり、これに従えば古代から大極殿に皇御座は常設されていたとなるが、演儀式や中世の資料によれば皇御座は組み立て式で即位や長和などの重要な儀式の時だけ使われ、終われば撤去されるものであったとされる。 皇御座の成立は、大極殿の成立より早いと見られているが、国家的儀式を大々理大極殿で開催されるようになってからは、大極殿で、大極殿の廃絶後は、様々な電車で行われ、中世では、大乗官庁、南北庁の第には、天皇即位の際に、南朝、北朝ともで設営されていた。国家主原天皇が死神殿で、即位式を行い、皇御座は、 四神殿に移され、移行公業座は四神殿にある。天明の大火の際には消失してしまっている。現在も公業座は京都御所内の四神殿に安置されている。近代に入ってからも明治天皇、大正天皇、昭和天皇の即位の大礼は公業座のある京都御所で行われた。第125代天皇、秋人の際は警備上の問題から、 東京の皇居で即位の礼が行われたが、皇居座とご長台は陸上自衛隊のヘリコプターによって皇居まで運ばれ、大礼終了後に京都御所の指針殿に戻された。しかし、第126代天皇特人の際には、社会情勢の変化などが考慮され、運搬は民間業者委託。計8台のトラックによる陸路での運搬となった。この話は創作だという説がある。 論拠として、花山天皇の在位期間中、藤原道隆は30代前半、道陰は20代中盤、道長は20歳前後と、肝試しをするには、少々老けすぎていたことが挙げられる。ありがとうございます。